川野真一は、鹿児島県鹿児島市出身の元プロ野球選手。小学4年生から野球を始め、中学時代には全日本メンバーとして、アメリカ遠征を経験した。鹿児島商工高校2年生児の1987年に、夏の甲子園に、外野手として出場。2回戦で、石井忠則がエースだった足利工業高校に勝利、したが、3回戦で、木村隆二と、 後藤隆二を要する中京高校に敗れた。同学年には、浜谷康史、一学年下には、大西隆行と、吉鶴健次がいる。1988年のドラフト3位で、日本ハムファイターズに入団。現役時代は、球界屈指の俊足選手として知られ、ダイソーとしての起用が多かった。本来は右打ちであるが、俊足を生かすために一時期スイッチヒッターに、 挑戦していた。1997年10月に戦力外通告を受け、阪神タイガースにテスト入団に定席。1998年、一軍出場がわずか一試合に終わり再び戦力外通告を受け現役引退。引退後はプロゴルファーの研修生になっていたが、2004年から2012年まで日本ハムの二軍外野守備、総類コーチを務め、 2015年から再び2軍、外野守備、走塁コーチを務める。2013年からは、日本ハムのアマケンプロスカウトを務めた。2016年からは1軍外野守備、走塁コーチに配置転換された。攻撃時は1塁ベースコーチを務めていたが、2019年シーズンからは3塁、ベースコーチを務める。2020年シーズンからは、プロスカウトに配置転換。 中学時代に陸上選手として200メートル走の県記録を作ったことがある。趣味は塗り絵。また、チャゲアスカのモノマネをさせたら右に出る者はいないと言われている。スーパーカートリオなど俊足で知られる屋敷要が自分より足が速いと思ったのは川名だけと述べている。ありがとうございます。